西アフリカの楽器ですね。ひょうたん、ヤギの皮、21本の弦、僕は1本増やしてるけど、それこそもうこの楽器も、それこそね、もう豊臣秀吉がいた頃、秀吉さんがいた頃にからもうアフリカではもう生まれていて、ずっと伝えられてきてたんじゃないかという古い歴史を持った世襲制の音楽家の人たちが演奏する楽器です。コラ、コラって言います。時間がないから喋るよ、後で。ちょっと自分の中のアフリカの気持ちを寄せたちょっとインストの曲。Thank you.
湧水という歌です。 Thank you.
はい、ありがとうございます。今日は本当だけどお盆ね、見てて盆踊りすごく自分も久々に踊れて気持ち悪い。初めの河内音頭は大変ね、動きがでかくて、あれすげえ楽しそうだったけど、じゃあちょっと一曲みんなの知ってる、あとねみんなの知ってる曲、全員知ってます。歌ってください。このやっぱ生もんなんで、こう弾いてるうちにと、あとこの湿気と弾いてる勢いとうちにどんどんまたチューニングがやっぱ乾燥してる場所ではね、そんな変わりがないんですけど。
あのね、指を怪我して自分親指を飛ばしそうになってギブスが長い時間があったんですね。その時コラも弾けないし太鼓を叩けないしということで、だけど指先が動くってことで、その頃ギターは弾けるっていうことで、それをきっかけにギターを始めて、5歳の息子がいて、あ、6歳だこの間で、9歳の娘がいます。まあ、大体子供たち見てると歌とか出てくるんですけど、これはこの、あの下の子が下の子が生まれた頃に作った歌です。花Music Roots
せてね美しく咲かせよSo long.
つの家族さ、すべての命つながり生きること、母なる大地の上に。じゃあそろそろ歌姫を呼びたいと思います。待ちかね、沖縄からウクレレ歌姫。あ、いったもいないの？ね、時間的にね。あ、じゃあなんか。
影響されて歌いたいなとか思い始めたっていうことがありました。それそんな曲を歌えるかな。Thank you.
回やると終わらなくなる。ずっとやっていなくなってしまう。元気な太鼓隊ですね、これ。じゃあなんかもう一曲だけ最後ね、どうしようかな。自分の歌でいいですかね。はい、本当になんかこう自分は音楽やってるのが好きで、みんなでこうやってね楽しめるのが本当なんか生きる喜びなんですね。生きてる喜び、これでエネルギーもらってまた次の場所にこう旅にできるっていうね、それもまあやっぱこう地球を旅しながら本当そういうエネルギーももらって、美しい景色もらって、ね、気持ちもらって、喜びを得ています。そんな思いで、
じゃあもうね、本当に最後の最後ぐらいにしようかな。じゃあちょっと静かな曲で終わろうか。いい？最後ちょっと優しいハートビートとかみんなにもらうと。優しいハート。 ありがとう。
次はないでしょ。という場合で、自分は旅をしてます。今日は本当はありがとうございました。長らく。おじいちゃん、おばあちゃん、ご先祖様、本当みんな喜んでると思います。みんな楽しんでることが何よりです。本当ね、元気に楽しんで、生きてるっていうのが本当、あれなんで、みんな楽しみ生きていきましょう。え、ホスでした。ありがとうございます。大ちゃん、サンディハーティー、すごい、ね、本当、とても美しい、素晴らしいグループ、やってます。ね、みんな知ってるんだよね。知らないですか？サンディハ、チェックしてみてください。ケンちゃん、ありがとう。ジャンベフォーラー、ヤハル5人、本当に今日はみんな集まってくれてありがとう。出店のみんなも華やかに全部を飾ってくれてありがとう。で、大賀本陣、本当にありがとうございました。大賀のご近所の皆様、ありがとうございます。